ミネラルウォーター大全伊藤です。第2回目は本州最南端の恵み、南端水ですね。これはですね、和歌山県の串本町という、まあ、役場が出している水なんですけども、水道水をボトリングしているあの水で、まあ、一時橋本市長が大阪市長になった時に、橋本さんがまあ大阪市長になった時に、大阪市が出している本間屋っていう水が、赤字で販売中止、製造中止になったっていうので話題になったんですけども、最近はこのように、自治体がですね、まあ、村とか町レベルでもこういうふうにボトリングして、水道水の安全性とか水の美味しさ、環境の良さっていうのをアピールしているところが結構多いです。これ高度が 1.2 という非常に、低い数値になっておりまして、まあ、味もすごくこうさっぱりして美味しいんですけども、赤ちゃんのミルクとか、ペット用に使っても全く問題ない水だと思います。でこうやってラベルを見てみますと、モンドセレクション、まあ、モンドセレクションというのは、まあ、今はっきり言ってあまりこれを取ったからといって価値があるかっていうのは僕は疑問に思いますけども、まあ、取らないよりはマシかなと、ある一定のこの評価してもいいんじゃないかなとは思ってます。そしてこの日本トルコ、友好原点の町、これはどういうことかと言いますと、まあ、昔エルトゥルル号っていう軍艦がですね、まあ、ナンパ、嵐によってナンパしまして、その乗客をこう救出して、その頃はまだその村とかの人たちが貧しかったにもかかわらず、もう本当必死の看病をしたということで、この友好の証みたいなことで、いまだにこうあちらでは、トルコの方では教えてるみたいです。ただ日本では知らない人が多いのが残念です。こんな水、南端水見つけてみたら飲んでみてください。よろしくお願いします。まあ、こういう水っていうのは地元の方が知ってるのかっていう、逆に東京とかのが売ってるんですよね。ミネラルウォーターって集まってくるんで、地元で地元の水が売られてないっていうケースが結構あるんで、もし、まあ、他の地方で見つけた方も一回飲んでみてください。よろしくお願いします。